こんにちは。この前スシロー行ってきてね、このネタってもうね2日も3日も使ってますけども、美味しかったですよ。で、寿司ってこう握るのって難しそうだったんですよね。私が幼い頃っていうのは、寿司職人って10年とか20年の修行がいるっていうじゃないですか。でも実際今みたいな時代になってみたら、回転寿司でいくらでも美味しいお寿司が安く食べれるんですよね。いや、ありがたいことなんですけども、結局寿司を握る方法が隠されていたからね。で、先輩とかが小出しにしたんですよ、弟子に対して。で、盗めみたいなこと言ってたんですよね。それによって自分の立場を守ってきたわけでしょ。でも実際寿司の握り方、ネタの切り方っていうのをこうね、解放すればほとんどの人が 2,3 ヶ月でできちゃうわけなんですよ。じゃあ寿司職人の修行って何だったのみたいなね。まさにアイデンティティを高めるためとかね、寿司職人としてのプライドを保つためとか、そういった精神のところに重きがあったのかなと思いますよね。もちろん10年や20年の修行でそのつけ板立つ人とかね、神板になった人って立派だと思いますよ。いろんな意味で人に喜ばれて、そして人に応援されて、数々のライバルに勝ち抜いてきて、いろんな知識や経験や目利きもあると思うんで立派だと思うんですよ。でも実際お客さんが美味しいっていうふうに思えるような食事の一回としてね、寿司を食べるのにそこまで10年20年の使用をしないと食べれないのかなと思ったら、ぶっちゃけ別に昨日握った人の寿司でもうまければ食べるわけですよね、うん、でビジネスも結局同じだと思うんですよ。昔は経営の方法とか情報とか隠されていた部分があったと思いますけども、今隠されてませんからね。だからビジネスを情報商材なりなんなりでね、無料でもなんでもいいんで学んで繰り返して失敗を改善してってことをやると自分のビジネスはできていくと思うんですよ。単純に集客して商品を作って売る、この3つの要素だけですからね。その方法が隠されているんだったらまだしもなんですよ。じゃあどうやって集客するんですかって言ったら、別に YouTube とかブログとか Twitter でずっとね何か発信していけば、それは気になって見始める人いるでしょうってことなんですよね、うん、だから単純になってるわけなんですよ、全てはね、うん、だから儲けようと思ったら儲けのルートっていうのは誰も邪魔してませんから。ただやらないっていう自分の意思がね邪魔してるんじゃないかなと思います。オレオレ詐欺って言いますよね。いや、あのね、本当に自分の希望を叶えてくれる、稼ぎたいと思って稼ぐために頑張ってくれると思うから、入塾を許可したり億万長者合宿に参加させてあげてるわけなんですよ。なのにその権利を与えたのに、しかもその気持ちがあるのにやらないというね。しかもやってる人を目の前にしてやらない、一体何なんだろうなということでございますね。億万長者の億ということで今日はお話ししました。